安政遠足とは、1855年、安中藩主、板倉勝明が藩士の鍛錬のため、藩士96人に、安中城門から、薄い峠の熊野権現神社まで走らせた、徒歩競争。この時の時間や着順は、1955年に、薄い峠の茶屋で発見された、安中五城内五書士五遠足議長に記されている、ものの、 これは奏者に意義を持たせることが目的で、順位やタイムは重要視されていなかった。ゴールしたものには、餅などが振る舞われたという。安政遠足は、日本におけるマラソンの発祥と言われ、安中城市には、安中藩、安政遠足の人、日本マラソン発祥の地の石碑が建てられている。当時は、薄い峠で、中間ラップが聞かされた。 峠を越えた後は登山道に入り、早々高距離は3 0トル程度ながら、最終的にスタートとゴールの標高差は1 0 0 0ル以上ある。1975年からは安静遠足サムライマラソンが安静遠足保存会及び安中市の主催により、毎年5月に開催されている。仮装をしながら走れることが特徴であり、 毎年参加者の半数以上は何らかの仮想をしているという。しかし、それゆえ東日本大震災が起こった2011年は不謹慎であるという理由で大会は中止になった。また、2021年5月30日に開催予定だった第47回安静遠足侍マラソン大会は新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった。侍姿で 群馬の山道走る遠足マラソン2600人47ニュース2012年2月11日へ閲覧感染拡大で中止安静遠足出場予定者に参加賞発送東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp、ok、コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ1095192021年6月11日閲覧。シーナタカシ。安静遠足題材の映画、来月22日公開地元の安中市歓迎、上り旗など作りし就業時には、ほらがい。産経ニュース。 https://www.sankei.com/.region/.news/.190131/.rgn19013100177-n1.html2019 年2月13日閲覧タイムスクープハンター番組ブログ安静遠足サムライマラソンに関するカテゴリーありがとうございます